流行ってきます。右四間。マジでなんか右四間飛車増えたんじゃない？なんか得意戦法右四間飛車とよく当たるんですけど。ちょっと横歩取りでもやっちゃおうかな。うわ。拒否られた。棒銀でもやっちゃおうかな。羽生善治五段が加藤一二三九段に勝ったあの伝説の5二銀の将棋はこの将棋でしたね。角打つのが増田の角。この角が大山の角。これは、この角は空突き同歩同銀の時に利き生かして歩で止めようとしてるんですけど、こっちの角は国同角を用意してますね。これな、あっちもってよくやるんやけど、まあ歩突くか。同歩同銀。同銀同飛車。で、金上がってくるんですよね。で、慣れそうなんですけど、ここは飛車。ここは角が効いてて慣れない。一個引かれんのが結構刺されて嫌なイメージなんだけど、これで引いといて。一番下まで引くと、なんか歩叩いていじめてくる手があるんですよね。それを警戒して、すぐ引かずにここに浮いとくんですけど、まあ相手の方は歩打って、飛車回ってきましたね。それは銀を打つと引いといて何もないって話。とにかく歩歩歩成りだけを間に合わそうって話か。歩打っとくと、まあ歩打っとくか。まあここは妥協しよう。なんかこれ研究なんかな、相手の方。研究集がすごいよね。プンプンに寄ってるよね。まあ、とりあえず玉囲おう。いやー、相手の土俵に乗っちゃったかなー。相手の土俵にガッツリ乗っちゃった。これ歩突き同歩角とかしたいけど、さすがにここを突き捨てんのは野蛮というもの。次歩突き同歩同銀で攻められんの嫌やな。棒銀終わった。皆さん朗報、棒銀は終わりました。これで負けです。しかし負けるわけにもいかなくて、負けるわけにもいかないんですけど、金上がんのって銀打ちの隙できて損な気がするんよな。玉上がんのもなんかこの角のライン入って損な気がするし、歩突くのは得なんかな。なんか角で狙われそうやけど、ただこの角で歩取ろうと思ったら歩突かないといけないんですけど、そうすると同歩で角道通ってくるから、まあ、簡単には取られなさそうということで、行ってみましょう。はい。行ってみました。いや、金上がりたいけど、やっぱ銀あるの痛いかな。歩突き同歩角もしたい。でも、歩成りの傷が残ってんの嫌すぎる。ちょっと、なんとかなりません。そのあたり。もう行くか？いやー、荒いか？いやー、どうなんでしょうか。でも角使えないと将棋やっていけないでしょう。あ、一回冷静に。金上がっといて。金上がっといて。どう？ちょっとここ、いやー、これ角狭いか。角引けへんもんな。うわー、角狭そう。大丈夫そう。あ、それならまあ、金上がって引きましょうか。こうするか。あと、歩取り。朗報、あ！やっぱり棒銀は終わってました。はい。棒銀は終わりです。いや、棒銀は終わっとんよ。いや、これきつすぎる。引いても、桂跳ね、角引き、歩突きとかで、角積む。同角しか見えん。ね、銀打っとくしか見えん。これ同角でも自信ないし。まあでもそんな角捨ててくることはしてこないような気もするけど。引かれて自信ない。でもまあこれで歩取っといて、一応手厚い形作れてるから、って言ってどうですか？はい。いやー、自信ないねー。いかんせん駒損。将棋界で一番やっちゃいけないと言われていること。それが、駒損なんですね。駒損したとき、
将棋は敗北する。冷静。冷静だね、それ。こっちも玉囲いたいんですけど、囲うとここが弱くなるから角打ちの筋ができちゃうんですよね。だから銀出て、ここ補強しつつ、こう玉上がる余地を用意しておくのが、一番、なんか粘れるというか、一番こう、局面をややこしくできるんじゃないかっていうね。そういうふうに私思ってます。はい。でも銀、歩突き同歩銀で絡むと、角引いたら歩でいじめられるし、次角取ったら同金にこう角の両取りあるし。そういう勝負手かます？まともにやってても勝てないでしょう。銀打って。どうなんこれ。なんか、角もらったら角の両取りの筋あるから、結構まとめきるの大変やと思うんやけど。え？それは桂馬もらえるのでかくね？へいへい。でも、同桂、同銀ならず、角引きがまた銀取りなんよな。まあ、でもそこで銀ひっくり返って逃げといて、勝負するか。いや、でもこれはワンあるね。なんか銀、じゃないわ。角逃げられて、わからんけど、まあ、それでまた銀出て、松かけて、みたいな。で、どっかで切られる手嫌というかあるんですけど、それ同金がこう、金くっつけながら、金の浮き駒を解消しつつここを補強するっていうめちゃめちゃ気持ちいい手。しかも同金とやればどっかで飛車寄った手が金取りになるっていうもうハイパー激烈にも、もう、なんで、なんか切るのもやりにくいと思うんですよね。で、駒損を最小限に抑えようとすると切るしかないでしょ？取って。切ってきて同金の局面は駒の損得なしやし。まあ、厳密には歩は、あ、歩の枚数も一緒か。歩の枚数も一緒なんで、来てますな、これは。これが、棒銀で最初にプレッシャーを与えておいた効果なんですね。棒銀で与えたプレッシャーがこうボディーブローのように効いていて、これがね、棋譜には現れない。棋譜には現れない人間同士の、こう、機微。わびさびなんですよね。棒銀は評価値的に落とすかもしれないけど、人間のわびさびが生まれるんですよね。しかし、元の局面が悪すぎて、これでも良くなってるのかはよくわからないけど、まあでもまあ、元の局面がマイナス5万ぐらいあったんで、まあ真面目な話するとマイナス多分800ぐらいはあったような気がするんですけど、それ思えばね、相当元気は出るよね。ああ、でもそれが冷静か。わあ、確かにそれ冷静か。それで一回受けられて実は何もないっていう話あるか。ええー、そんな冷静なこと言われんの。ちょっと理不尽じゃない？それ。角打って金取り。金逃げたとき角成りで攻めたいけど、なんかこう金を呼んじゃうと飛車回られて、飛車成り狙われるのが、ちょっと発狂しそうなぐらい嫌なんで、じゃあ先回っときゃいいのか。これもでも玉飛接近してキモいな。キモいとか言うなよ。それで角と。この歩を打たせることで、後々相手からの飛車回りを軽減してる。飛車回っちゃったことでこっち2筋が弱くなったんで、歩突きが間に合うというか、歩突きの攻めを与えてしまってるけど、まあ、これが間に合うことはないと思うよな。それが間に合ったらもう世も末。それが間に合ってしまったらもう潔く負けを認めます。それはもう私が悪かったです。はい。それはもう私が悪かったので、これ意外にこう、角取りにするんじゃなくて、歩が冷静で嫌な気がするな。歩打つ方が金上がろうがどうせ角なるんで、あんま金上がる意味ない。で、歩打つけばこう玉上がるっていうルートが過去で、うわー、お強い。お強いけど、それは桂馬を取ったらと金捨て同金香成か。でもそこで桂馬とかすごく怖そうだけれども。あー、まあでもそんなにっていうこともあるか。
同型、同型、同型、同郷なり同郷。同型ぐらいで一回受けとかないといけないのかな、これ。取って、捨てられて、同金で強なられたらなんか金こっち行って薄くなっちゃって怖いから。一回同型で受けるか。同強もまあ、あったと思うんですけど、まあ同強もあったような気がするけど、なんかこういうのさっき桂馬で取っといた方がいいパターンが多いイメージはある。イメージ論。イメージ論で語らせてもらうんですけど、そういうイメージはあります。完全にイメージの問題なんですね。取っといて。まあ、あと、ああ、それ冷静。わあ、冷静。もう右が薄いし、右側からからさすか。右が薄そうなんでね。でもなんかこうして。金出て。これ金出て。同金同飛車で。歩同飛車角。取れるか。飛車取っても同馬で。同金なら同飛車。これ結構さばけてうるさい気がするけどな。おえー、しびー。しびなー。しかし、それ歩は同歩は同飛車成りだし。まあ、それでまた金打とうってことか。放っとくと次、歩なった手が金打ちからの詰み狙えるんで、同歩だと思うんですけど、同飛車成りで。いやー、それってなんかないんですかね。まあ、なんかないんですかで、なんかあったら、まあ、誰も苦労しないって話。将棋界でよく言われる。まあまあ、一回竜逃げるか。相手玉ってどうやって寄せるんやろ？桂馬あれば桂馬打てるけど、なんか桂馬打てないし、竜回った方が得？竜回っとくか。銀打たれて帰って補強されてる説が、あ、歩か。歩ならまあ、打っといて得？竜回った方が得？竜切り見せれるけど、歩打たれて、同銀なり同桂。いやー、ちょっとわかんないっす。こっちの逃げ道塞いどかないと逃げられる気がしたっす。次、歩打って拠点できれば、うわぁ、焦らすと思ったけど、そうやって拒否してきて、香車で玉頭を狙う。銀埋められる。よくわからん。香成同玉、竜とかこう、馬引きとか組み合わせて、寄せていきたいけど、香車は銀打たれて、やぶ蛇な気がするな。やぶの蛇なんで、香車は歩、同銀なり同桂、同香なり同玉、竜、逃げ。いやーなんかよくわからん。よくわからない状況が続いてるけど、将棋は玉の小瓶って聞いたから、小瓶に、おう、そこ？香成は同玉？それ竜回って王手がなんか気持ち悪い。香成同金なら桂馬取れるのでかいと思うんですよね。香成同玉竜。逃げる。そこであと一押しがないか。なんか常にあと一押しがわからん。金べちゃ。ほんまか？同金同馬で、金埋めてきたら香成で、同金に桂馬をもらっておくっていう。桂馬もらえんの？なんか桂打ちの、あるし、桂馬取れるとここが弱くなるんで、取って同玉、竜でこう攻めた時に結構きついっていう説があると思うんですけど、そんなことは知らんと、相手の方は丁寧に受けてくる。いやー、結局なんかわからんか、これ。なんか竜回ってみたけど、銀打ちでどうするんでしょうか。ああ、そうですね。それがわかんないっす。わあ、しかもこれ逃げたら角成られるし。え、なんか分からんねんけど。は？嘘やん。2分30秒。嘘だろ。嘘だろ、お前。嘘だろ。でも、角成ってぬるいから銀成で勝てるか。嘘。まあ、こう聞かしたかったってことか。
相手玉の右、広杉くんじゃないもん、そんなもん切るけど。桂馬打って。いやー、桂馬って王手、あれこれ金打ちで詰みか。はい、プロ。合駒して、同竜同玉金打ちで。はい。なんか最後、よくわからんうちに終わったな。ありがとうございました。はい、全然勝ってない。全然、舐められてる。舐められてるんですね。完全に切れました。そろそろ勝ちます。そろそろ私の力。うわー、何それ、袖飛車にするってこと？袖飛車なのか、まあ、早繰り銀なのか、まだわからないですけど。というか、マジで、昨日またマジで勝てなくなって、なんか、将棋ウォーズってこう、対局履歴見たら、その過去10局分が1ページにパッと出ると思うんですけど、で、買った棋譜は緑で表示されて、まあ、緑？まあ、緑っぽい背景になって、買った背景は黒っぽい背景になる。買った将棋は、あ、負けた将棋は黒っぽい背景になると思うんですけど、もう真っ黒。もう真っ黒になってびっくりしましたね。生まれて見たことないかもしれない。一面真っ黒は。さすがにビビりましたね。まあ、しかし、最後は勝ったんで、まあ、調子を取り戻してるということなんですね。てか昨日は、さすがに疲れた時に将棋するのほんま良くない。疲れた帰り道の電車でやってたんですけど、マジで良くない。しかも混んでる時の将棋ウォーズ、電車混んでる時の将棋ウォーズ、マジで良くない。混んでて、しかもこう、釣り革を掴めないような中途半端な位置にいたんですけど、もう足踏ん張ることに一生懸命すぎて、将棋どころじゃないのに、なぜか将棋始めてしまったんですね。それが良くない。まあ、正確には将棋始めてしまったというか、待ってる時に始めちゃって、電車入ったらなんかそういう中途半端な位置に立たされたっていう感じだったんですけど、そういうこともありましたが、私はそれを乗り越えましたので、勝ちたいと思います。はい。なんか気づいたら本格矢倉。本格矢倉の将棋になってるんですけど、まあ5筋の位を取られてしまっているのがどうなのかっていう話。5筋の位を取られてしまっているがゆえに、ちょっとこっちの角がこう攻めに効かないんで、まあそこがどうかってことですけど、まあ後手陣は後手陣で、こう角がちょっと出っ張りすぎてるっていう、嫌いがあるんで、そのあたりがどうかですね。で、矢倉戦は端の扱いをすごい気をつけないといけなくて、ここで不用意に受けてしまうと、歩突き同歩同銀、歩打ちに、こっちに引かれて、こう歩突き同歩同銀の端棒銀を狙われてしまって、矢倉は持たないっていうことよくあるので、まあ、ここは受けない方が通なんじゃないかという気がしますね。通ぶって受けません。で、通ぶって桂馬を使っておきます。はい。こっちの方が形いいでしょう。そうでもないか。角がな。まあ、よく言えば受けに効いてるけど、まあ、悪く言えばニートなんですよね。まあ、ここは一回丁寧にね。丁寧路線で行きましょう。歩突きって許される？歩突きって世間で許されてる？これ。なんか逆襲されそうで怖いんよな。まあこれ世間に許してもらわないとちょっとこっち生き方ないか。世間に許されてないかもしれないんですけど、こう僕一人のこの人生で見たときに、ここをつかないとちょっとやっていけないんで、ちょっと世間に認めてもらいます。嫌でも。嫌でも見ても認めてもらう。で、それは何ぞや。同歩なら、まあ桂馬跳ねといて、歩打ち、同歩、同桂の継歩攻めを狙おうってことですかね。同銀の時に、そんな攻めになってるような気がしないんだけど、まあ、この角のラインで縛いてやろうっていう魂胆ですか。良くないこと考えるね。ほんと強い人って良くないこと考える。良くないよ。まあ、同銀ですね、これは。取れるものは取る。
取れるものは取っとけば、もうそう大してひどいこと起きませんから。一番良くないのは、ツーブって取れるものを取らずに負けるっていう。これ僕よくあるんですね。よくツーブって取れるものを取らずに負けるっていう癖があるんで、皆さんもね、そういう癖、その癖を持ち出したら私になります。はい。これなんか銀出て角狙いたいけど、角引かれて別に大したことないんかな。銀引いて、角引いて、あっち、銀出て角引いて、歩突き同歩風で、こう銀取りで攻められるの気持ちいいんですけど、そこで銀かわされた時飛車取りなんかちょっと、激烈につまんないかな。それ激烈につまんないってことある？一回ここで歩を突く。同歩。同歩でもわからんし、手抜かれてもよくわからんし、何でも意味わからんから、おそらくやめといた方が良さそう。おそらくやめといた方がいいと思っていて、歩を突くと歩ついて角道通しとく？これなんか飛車の横利き止まんのな。飛車の横利き止まんのも気持ち悪いんよな。まあでもいっか。歩つけば角出るっていう筋もあるし、角出た手が何なんっていうね。角出たから何なんですかってことは言われるよね。むしろ歩突きで角頭を狙われるんじゃないですかっていうことを言われたときに、そうですねってね。テレフォンショッキング並みの挨拶来ちゃうんで。まあ、でも使えてないものは使った方がいいか。でもな、こういうなんかビジュアルだけを求めてな、崩壊していくっていうのが僕の悪い癖なんよな。ビジュアル求めがち。なんか、いい形だけを求めがち。それ風って抑えられるからでかくね。逆に風って暴れられる方が嫌だったんですけど、これは中央モリモリしてるから、これは負けられないね。うわ、すんごい怒ってきた。すっごい怒ってきたんですけど。同歩は風。同角は同角同歩で結局歩打たれちゃう。すっごい怒ってきたね。飛車引いて桂頭受けとくとかあるんですかね。ちょっと角のライン入って怖すぎるんですけど、まあそういう生き方も、一説によるとありますかね。一説ぐらいはある？二説はないかな。まあでも一説を頼りに。まあ一応飛車引、そういう感じか。まあ銀で圧をかけてくると。ただまあ取られても同飛車ですぐぶっ倒れるわけじゃないんで、まあ、ここでいい感じの手を指せればって感じですね。ただ取っちゃうのは同銀で飛車角両取り。まあ同角は同角で取られちゃうので、ってことですね。いた。思いっきり棚を切りました。いやーこれどうしよう。ここでいい手があるかどうかの、それだけのゲーム。橋薄そうやから橋攻めしたいけど、じゃあどう攻めんのって言われたら知らん。そんなことは知らん。知らんし知りたくもないみたいなところある。これさせてないからこっちきついんかな。こんな中央2枚もくらい取っていい形やのに。そんなおかしくない。そんな将棋の神が許してないでしょ。将棋の神を信じていこう。将棋の神に対する信仰心が足りませんでした。さすがに。信仰心を高めれば、きっとこの局面はよくできるはずだと。思って考えていくと、いい手が浮かばないんですね。これマジで手ないの？理不尽じゃない？ちょっと。いやーこれ手ないはちょっと理不尽でしょ。歩打ち同歩同飛車も金上がられて帰って後手玉が手厚くなってしまう。ちょっと理不尽じゃない？理不尽じゃない？歩ついて桂頭狙ったる？桂馬もらえれば桂打ちが将来できそうな予感はあるんで、桂馬狙う価値は高そうなんですよね。いやーもうそれで行くか。怖いなーこれも。なんか歩打って銀下がらされて歩取られるしな。でもそれ一応歩打てば桂馬取れるから、桂取って
と金作って、と金寄って、飛車取りで殴っていって、生きていくか。いや、でもこれ苦しいながらも、我ながらいい手指しましたね。苦しいながらも、踏ん張る手見つけられたんじゃない？これどうやっていいでしょ？これで勝ったらもう、神の7五歩。うん。歴史上一番歩をうまく使った。うん。歴史上一番歩をうまく使った、騎士として読んでほしい。歴史上一番歩の使い方で歴史上一番有名なプロの棋譜って何やろ？羽生さんの4六歩同銀4四歩かな？羽生米長の名人戦で歩をバックする手筋っていう、歩って普通後ろ下がれないんですけど、その歩を下げたっていう羽生さんの神の手順があって、4六歩同銀4四歩っていう手順があるんですけど、それかな？筆で有名な棋譜って言ったら。それ以外にも皆さんありましたらコメントで教えてください。なんかタダで取れるところついてきたんですけど。さっき歩打ち同歩同飛車とか一瞬でも考えた私がバカみたい。同飛車なら金でモリッとしようってことですね。モリッとされると、ちょっと桂打ちの王手金取りが狙いにくくなるから、もう歩突くか。でも多分歩突き、同桂、歩打ちで桂馬取りに来るってことなんやろな。それはそれで嫌っていう話あるよね。それはそれで嫌っていう話ありまして。いやー、わかんない、わかんないっす。歩突かれたら同桂じゃなくてあえて引いとくっていうのもあるか。同桂だと歩で、次、形よく桂馬取られるんで、歩ついて引いとけば、取られて桂馬取られるけど、取ってくれたら角道が開くっていう意味もあるんで、そういう路線の行き方も結構いい生き方なんじゃないかなって、結構渋くていい生き方なんじゃないかなっていう気もちょっとしてる。渋い生き方目指していきたいね。渋い男。渋い男を目指していきたい。これでも桂馬の価値バカ高いな。やっぱ桂馬の恐怖に相手の方震えて怯えて眠れないでしょう。完全にこれ夜しか眠れないやつでしょう。しかも桂馬取った手がこう次と金寄りを見せれるのがでかい。桂馬取る手自体がちょっと相手玉から遠くてぬるいねっていう可能性あるんですけど、この場合と金寄りが残るのがね、もう、もろ。もろっす。もろ。ガチもろなんですよね。もろすぎて、これ時間も逆転するんちゃん。わーい、取れた。気持ちいい、同銀。同銀じゃ辛いでしょう。ねえ。どうするかは知らんけど。しかし、金ってすごい手やな。一回歩突く手が銀取りか。でも銀上がられたら歩突けばいいか。いいんじゃない？これ角の王手もできて。すごくいいんじゃない？すごく気持ちのいい手順じゃない？これ、歩なり、同金、桂打ち、同歩、角なりとかもあるんじゃない？まあでも気分は一回気分はこうかな。気分は、気持ちは。で、これ次、桂打って。形良すぎるんじゃない？人生史上、一番気持ちいい曲かもしれん。今、ものすごく気持ちよくなってます。はい。単に同飛車もあるけど、まあ普通取るか。同金飛車。いやー、これ気持ちよくなってるだけにな。勝ちたいけど、歩打って、同金なら飛車走る。でもそこで歩打たれて、決まっているのかな。銀打って、同玉飛車なり。ちょっとやりすぎ。いやー、やりすぎとやりすぎじゃないの、瀬戸際。取ると歩で安定してしまうという嫌いがあるんよな。まあまあ、でも取るか。さすがにね。金出てきてくれたらもう同飛車ですね。で、これは逃げといて。ここで歩走を回収されんのが、許されんのかって話なんですけど。まあもう歩打って、同歩なら同桂で、同桂なら王様取っちゃうよっていうライン見せていくか。ちょっと時間気をつけて。時間だけ。もうあとは時間だけ。でもこれ根元の角切ってくるんやろな。これが通ってたらなんかこのライン生かして攻めるっていう分かりやすい攻めがあるけど、これ切られると
なんか攻め方難しくなって時間が足りなさそう。まあでも飛車もらえたら飛車があるし、なんかまあだいたいあとは流れでって、明録解けば大丈夫か。まあこれもう取ります。角取られてまずい。歩成り、同金。あ、同金があるんですね。同飛車は同飛車。ひえ。角出る。そんな人いる。同歩なら取るっていう。そんなバカみたいな手ある。いやー、そんなバカみたいな手やってみるか。いやー、シンプルにバカかなー。シンプルにバカかもしれない。ただ単にバカ。愛すべきバカ。同歩、歩打ってきたら同桂で。あ、でもそこで角取られるか。あ、じゃあ、歩打ってきたら角取ればいいか。で、飛車取られるけど、そこで手番やから、まあ、歩とか、いろいろ絡めていけば、それはうるさそう。うん、それはうるさそう。よし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 。いいんじゃない？これが天才の角の立たせ手なんですわ。なかなか見たことないでしょう。こう、歩の前に角行くっていうね。ちょっと今日は歴史に残る一手が多いですね。歩突きだったり。これマジで勝ったら、ちょっとこれで日本酒2杯はいけますね。2合はいける。まあ、取るでしょ？歩叩くか。まあさすがに歩は同金でよくわからんから。一回叩くか。寄られてよくわからんのかな。引くのはもうかぶりつきますね、銀打って。寄られてよくわからんっていう疑惑ある？角打っていきたいけど、同飛車があるの注意ですね。なんかそういうシンプルな手を、うっかりしがち。歩打ち同歩歩。それでちょっと遅いかもしれんけど、行くか。まあこっち、飛車渡しちゃったけど、飛車一本じゃ死なないと思うんで、これで攻め合い勝ちしたいけどな。時間勝ってるよ。時間勝ってるよ。いや、でも、歩のところでもうちょっと最多手が欲しかった。それはもう取ります。飛車切り、同金、同飛車成。その瞬間がぬるいから金取って。それは取るけど。同桂で。同桂でわからんって話。歩突きは同飛車。あ、なんか角のラインとかなんかないっすか。銀打つと、歩打たれる。それでも金で押さえていける。でも銀がちょっとぬるい疑惑ある。でも銀で重し置いといて、駒もらったら詰ますよって言っていくか。飛車切り同金、桂打ち、逃げれば大丈夫かな。で、飛車もらえばさすがに詰むでしょう。飛車もらえばどう詰むか知らんけど、まあ大体詰むでしょう。どう詰むか分かっといてくれよ。そういうとこよ。そういうとこあるよ。大体詰みって言って詰まないパターンね。将棋あるある。将棋あるある第一。同金で。まあでもこれ同飛車成じゃなくて桂馬打つってことやろな。逃げて。これ最後金取ってきた時にこう自陣に効いてくるから、それで詰まないって言われたら、ハゲちゃうんだけど、効いてても詰みかな。うん、それは詰みっていうことは読み切った。それが罪なことは読み切りましたね。まあ、あとは歩で下駄を預けてくるか。まあ、受けはないと思うんで、歩か金だと思うんですけど、その時に、詰ましきれば勝ち。しかし、これは、相手玉が罪なことは読み切ってるはず。金打って、逃げたら角打って、逃げて飛車打って、逃げて飛車成りで罪。金打って、逃げたら、飛車打って逃げて飛車切って、同玉に角打って、逃げて尻金で罪のはず。お願いします。もうあとは祈るだけ。あとは読み抜けてないことを祈るだけ。最近詰めチャレでマジで読み抜けんのよな。びっくりする自分でも。え、そんな単純なところ逃げれたんちって罪逃すこと多すぎ。しかしその反省を生かしている私に隙はない。角打って、馬でこう上逃げれないのがでかいですね。飛車打って、逃げた時に飛車成りで迫ればぴったり罪ですね。ありがとうございました。